はい、渡辺です。今回キャプチャーザフラッグでマップはオック岬になります。これはね、途中参加でね今回の M1A1 カービン使っていくんでね、 SVT40 武器プレステージ2回したばっかりなんだけど、お、始まったばっかりか。これやるか。 M1、 SVT40、 半自動のやつね、3種類あるんだけどね、 M1 ガランドで、SVT40、MIA はカービンあるんだけどね。武器プレステージね、2になったらちょっとの、ストップしとくんでね。で、武器、ダブル武器 XP が実装されたらね、ちょっとやっていくんでね。今回、渡辺前でね、師団方へ、基礎トレーニング、レクリエーション、MIA はカービン、マシンピストル、マーク2手榴弾で頑張ってみてます。はい、ガブルジョイ。お、勝ってるな。これね、デイリーチャレンジね、キャプチャーザフラッグで勝利すると、ダブル兵士 XP だったかな。獲得できるのよ。SVT40 よりは安い、やりやすいじゃないか、これ。どっかな、これ。どこに、これで今、フラグ、旗取ってんだけど。あ、ダメだ。まあ、ゼロキルだな。勝ってるな。ちょっと何がでも、何でも、勝ちに行きたいのよ。SVT ね、40よりはやりやすいよ、もこれ。これ、練習速度あるからさ。あ、やりやすい、これ。全然やりやすい。うん。練習速度速いな。まだゼロキルか。SVT40 かなり使ってたから分かるよ、違いが。爆死しなさい。しない？分からんね。これリスポーンがあるからな、嫌なんだよ、これ。ちょっと、狭いからな、このマップ。もうちょっと広いマップの方が良かったかもしれないな。フロートあったらいいけどさ。よしよし。お、決まった。うっしー、チグリ。どうじゃ。聞くやろ。え、すまへん。お、核爆弾。行っちゃえ。決まったから。暗いよ、この野郎。これ練習速度あるからやりやすいな、まだ。うん、あれよりは SVT40 よりはいいわ。うん、早いからこれいいね。よし、どうじゃ。リロード遅いな、しかし。あ、リロード早いのか。使えるわ、しかし、これでも。SVT40 よりはやりやすいよ。電子速度が、あれは3で、これは4だったと思うんで。勝ってるね。でも威力はあっちの上なんだけどね。命中率間違いやったのかな。やっぱ練習速度高い方が有利でしょう、やっぱり。よし。あぶ。ダメか、北海エリー。面白いね、北海エリーってなんだ。時間がないからちょっと後半出すぜ。7キロしかやってないですけど。バックしろ。
あ、これ強いよこれ。まだこれがいいわ。ああ。オッケーですね。勝ってるな。わからんね。でも後半、後半本気出してくるかもしれんし、わからんね。もうちょっと点数入れたかったね。これ難しいんだよな、これキャプチャーザフラグは。ちょっと救援物資速攻でちょっと落としていくわ。これ救援物資、オーライ8キル。ちょっとキル全然できてないよね。あー、ちょっとやめろよ。 SVT、オブラン。おー、ボールタレットガンナー出たよ。ボールタレットガンナー、珍しいやつが出た。すごい、これ出るの初めてだよ、これ。あれ、敵がいないな。で、すごいやつ出たな。これやりにくいのよ、ちょっと。うん、結構すぐ終わるな、これ。珍しいやつが出たの、でも。ああ、すごいわ、これ。初めてだ、出るんだ。俺出ないと思ったんだけどね。一番スコアストリークで最上級のやつだからね、あれ。珍しいやつがしかし出たもんだな、あれ。眉って見えます、これ。入るな。近くに、あの中にいるな、小屋の中に。リロード。勝ってるかもし、どんなかな、どうだろうな。2点リードしてるからね、うちら。さっきね、2点取ったのからね。ほら、難しいんだね、向こう。攻撃がこういったところへ避難してた方がいいですよ、これ。敵と出くわさんの、これ、ね、ずっとあれ爆撃すごいね、これ。ずっと続いてるよ、これ。こっから来るんだよね、これ。解放射器オンライン、よしよし、はい、こいつら燃やしてやろう。対空砲火、よっしゃい、オッケー。まだ使えますよ、これ。ダメか。何やこれ、近くにリスポすんだよ、この畜生が。あ、偵察助かるな。よし、熱いだろ、効くでしょ。ダメだ、これ。リスポンっていうのがちょっとロスタイムだな、これ。まだ使えますよ、これ。ああ、ショットガン邪魔だよ、これ。
ハンター、うるせえぞ。ああ20キロもいかねえのかこれ。勝ちでしょ。でもこれ、これロスタイムだよこれ。ああダメだなこれ。よし負けか。なんで、あ、1点取られてるな。困るなこれ。オーバータイムかこれ。勝ちたかったのにな。でもいいか、これもう1回多分オーバータイムじゃないのこれ。さっき俺2点でしょ、今負けてるでしょ、でしょ、オーバータイムでしょ。いいんじゃない、1対1よかったな。迫撃砲、あ、まだ出せないのか。迫撃砲オンライン、もうこれ早く出せるようにしろよこれ。ちょっとわからんなこれ。この辺ちょっとポチッとこれ行くか。お、決まった、ダブルキルした。連速度速いんだけど、なんか負けるような気がするなこれ。どうでしょうか、試合の行方は果たしてどういう感じでなりますでしょうか。分かった分かった、あと1キロやりたかったな。終わりでしょこれ。あ、まだなの、オーバータイム。これ多分時間短いんじゃないのこれ。クライ。右にいますなこれ。うし、時間短いよこれ。勝てるかな、勝ちたいっすねこれ。これまたお互いに0点だったらオーバータイムなのかなこれ。くらい、蚊帳に何かいる。よし勝ったぜ、持ち分なし、やったですね。今回すごいな、救援物資からボールタレ、もうほとんど出ないボールタレットが出たからね。接戦で面白かったよ、やりました。はい、今回の成績はね、21キル18です。プラス3、ダッシュ0、回収1、スコア1895でした。トップ3に入らなかったね。面白かったね、でも。M1 アイアンカービン使いやすいね。うん、SVT40 よりこっちの方がいいわ。練習速度があるんで。おっ、これ、レアドロップかな、ちょっとわからん。おお、4つ4人獲得してるんだこれ。お、大口径ということでね。はい、プレミアさんありがとうございました。で、今回のこれね、キャプチャーザフラッグで、キャプチャーザフラッグのマッチに勝利、報酬サプライドロップ。これ何なのかなこれ。ライフルで10ヘッドショット、あと4ヘッドショットね。これ、あー、レ、ノーマルドロップだなこれ。25、多分、あ、違うか、レアドロップだこれ。うん、多分32だったと思うんで、結構溜まってるでしょ。ノーマルドロップ25、レアドロップ33個、ゾンビサプライドロップ1個ってことでね。今回これ使ったんだけどね、 MIA1 カービン久しぶりに。
あとヘッドショットでしょ、これこういう感じで。今回 FMJ、 あ、大口径か、いいね。今回の以上でね、今回師団歩兵基礎トレーニングレクイーション M1A1 カービンマシンピストルマーク2手榴弾でオック岬のキャプチャーザフラッグをプレイしてみました。で、救援物資からね、もう出ない、今まで出たことのないスコアストリック最上級のボルタレットガンナー獲得できました。あとよろしければね、チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。